リズム増殖ゲームチャレンジということで、打楽器奏者の小林貴彦と高橋宏です。リズム増殖ゲームチャレンジしてみたいと思います。相手の1小節に自分の1小節をさらに追加して、でまたそれを全部覚えた上でさらに自分のをまた追加してっていうのをお互いにこう繰り返していく、そういうことですね。それかんなちゃんのおもちゃでしょ。どっちから始まってもまあ4回ずつお互いやって2人が合わせたり8小節通せたらいいんじゃないかなっていうことで、8が目標、8が目標で、じゃあとりあえず言ってみますか。はい、いきます。で、これをだから今度これをだから覚えておいて、無理かもしれない。待って。あ、これちょっとやばいな。あれ？だって自分の覚えてます？今の。覚えてるよ。マジか。あ、これ無理だ。多分。大丈夫かな。行きますね。ちょっと終わらせる前に行くわ。おお。合ってました？合ってる合ってる。多分いけるな。まーす。違ったな。タタンタタンタンタンタタタンだと思う。あ、じゃあもうこれでおしまいじゃん。はい、残念。リズム増殖ゲームチャレンジ、気を取り直して2回目。難しすぎるのかもしれないですね、僕らがやってるのは。だって必ず16音符は入れてるわけじゃないですか。もしかしたら、タッタンタッタンタみたいなとこから始めないとダメなのかもしれない。ちょっとじゃあ一旦まあシンプルめにいきます。これ企画通りになるかもしれない。ね、行きましょう、行きます。これやばいな。OK。 シンプルすぎるから、まあまあとりあえず一緒ですね。だからもう、あとあれだね、サクサク忘れる前に弾いた方がいい。うん、そう。いきます。せーの。楽譜ってすごいんだね。あれ見れば弾けるじゃん。覚えてない。ちょっと意外ですね。これめっちゃむずい。これダメ。リズム増殖ゲームチャレンジ。逆に8音符だと取っかかりがないから、そう覚えられない。だから覚えられない。だから適度に織り交ぜないといけない。ちょっとどっかに変化がね。そうね。まーす。あ、ごめん、もう無理。早いよ。チャレンジ。なんだな。これ難しい。ちょっと無理だな。ちょっといいやつ、ヘルプしよう。あの、無理っす。結構無理。皆さんどうもこんにちは。長木連続の翔太健人です。イエーイイエーイ。参戦。こっから始まったみたいな。いつもの感じ。俺からじゃやっていい？誰かからにします。一応先行有利なんですよ。あ、先行先行って言うの？それ対決だったのね。最後ね、協力でやったんですけど、協力でプレイなんですけど、先行はより簡単というか。なるほど。まだ楽。まあだから、まあでもいいですよ。まああの、いきまーす。
いいんだよね、こういうことね。はい、はい。難しいわ。難しい。待って。いきます。合ってる。判定もね、覚えてないといけない。確かに。確かに。確かに。みんなでこうなるよね。考える人になるよね。え、あのさ、攻略法を思いついたんだけど、俺今全部言葉に当てはめてるの。おう。で、それを復唱しよう。今やったとこね。はい。僕、ひろし、ひろし、僕、たこ焼きマッチョ、トコトコトト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